エディオン、ピースウィング広島という、スタジアムの名前に決まったわけですね。なんていうんですか、この穴がボコッと開いてるような感じ。この椅子から崩れ落ちました。なんとですね、日本初の。はい、どうも。G-Boys です。コンビニのレジ待ちで真ん中にお並びくださいのシステム嫌い。そんなこと言ってる場合じゃなかったんですよ。本日はですね、久しぶりに、企画ものを今日は、やっていこうかなと思っているんですが、まあ本日はですね、スタジアム構想の話をしていこうかなと思うんですよ。もう本当最近ですね、もうずっともう話題に上がっている2つのクラブですね。サンフレッチェ広島、それから、ビバーレン長崎の、まあ新スタジアム構想というか、もう2024年度には、この新スタジアムは完成すると、言われているんですよね。そしてですね、そんなことはとっくに知ってるよと、いう方も、まあいらっしゃるでしょうが、まだあんまり知らないよという方のためにもですね、この2つの、新スタジアムですね、まあ、とにかくすごいんですよ。調べていけば調べていくほど、味があるというか、エスパルスにもう必要なものが全て詰まっていたんですよね。それを今日は皆さんと共有していきたいかなというふうに思っております。ただただですね、このスタジアム羨ましいよねで、いいよねいいよなで終わらしちゃうっていうよりも、ここはエスパルスに取り込めるよねとか、ここは絶対生かすべきだよねとか、そういう視点でもね、見ていただけたら、また楽しんでいただけるかなというふうに思っております。はい、ということでですね、まだまだチャンネル登録してないよという方は、ぜひぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それでは本日も最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、ということで始めていきましょうか。まあとにかく気楽に見てくださいね。はい。まずですね、サンフレッチェ広島の、スタジアムなんですが、なんといってもですね、2日ほど前に、まあ大きな動きがありましたよね。これ何かというと、まあネーミングライツですよね。この新スタジアム構想の広島の、名前が決まったんです。その名前がですね、こちらです。エディオン、ピースウィング広島という、スタジアムの名前に決まったわけですね。まずエディオンピースウィング広島、このまあセンスもそうですが、この中にこう願いっていうのもね含まれているっていうのがね、なんかこう素敵かな、ええやんっていうふうに思ったことと、それからエディオンさんですよね。まあまあ今も使ってるエディオンスタジアムっていうとこもあるんですが、まあこのエディオンさんがまあものすごく頑張ってくれて、まあ10億円ですよね確か。あんま詳しくは分からないんですが、10億円出してくれたのかなっていうところなんですね。このネーミングライツに、まあ1年間1億円っていう契約だったかなっていう感じで、この、名前に決まったそうです。これはすごいですよね。そしてここからが、ポイントとなってまいります。まあこのエディオンピースウィング広島なんですが、まあ街中スタジアムの実現ということで、とにかく街の中心部にこのスタジアム、広場を持ってくるというね、構想があったわけですよ。まあ我々のエスパルスもそうですよね。清水駅東口側の、まあ割りかしっていうか、まあ街中ど真ん中に、ここの考え方ってね、すごく似てるのかなと思ったんですよ。そしてもう一つですね、エスパルスの新スタ構想もですね、遅いな遅いな、一体何をやっとるんじゃと、思う方も、まあ僕含めそうですよ。新スタジアム、まあ、建てるには相当な時間がね、この交渉に時間がかかるようなんです。この広島市の方でもですね、まあ2002年からこの構想、スタートさせているようなんですよね。日韓ワールドカップの時にですね、まあビッグアーチに、まあ屋根をかければ、間違いなく、まあワールドカップ開催できるでしょうっていう、感じていたんですが、まあ除外されてしまったようなんですよね。で、まあそこからまあ苦節、まあ20年ということで、まあ街中に絶対にここにスタジアムを建てるんだということで、まあ一生懸命交渉して頑張ってきたようなんですよね。で、ここってやっぱりエスパルスにも絶対にね、取り入れていかなければいけない部分なのかなと。この忍耐強さっていうところ、絶対に曲げないものがあるじゃないですか。信念ですよね。
こういったところっていうのは絶対に、まあ、真似していかなきゃなというふうに思いました。まあまあまあ、何しろ話がね、長くなってしまいますので、まあ、どんどん写真をね、見ていこうかと思うんですが、まずはですね、外観の写真からいきたいなと思うんですが、まあ、洗練された、このデザイン。ここが僕はですね、まあ、100点満点をつけるとしたら、1000点あげたいなという僕はデザインかなというふうに思いました。そして横から見た感じもやっぱりかっこいいですよね。この都会と都会っていうか、本当街のど真ん中ビルがたくさんあって、まあ、大きなこう道路があって、それから緑があって、スタジアムがあって、これこそ本当に僕らが求めている、エスパルスが求めている、いや、J リーグはこれからこうなっていくんじゃないかっていう、ものをね、もう本当に体現したものだと思います。で、まあ、エスパルスの場合だとね、この緑の部分に、アウトレットモールとか、まあ、いろいろね、こう誘致してやりたいよなんていうふうにもね、で、こっちから見た感じもかっこいいんですが、まあ、この赤くなってる部分がちょっとまあなんか、少し変更するよみたいなことなのかな。そしてね、僕が注目してるのが、この、なんていうんですか、この穴がポコッと開いてるような感じ。ここって多分地下に降りれるとか、そんな感じにもね、多分ですがなってると思います。ここもすごく面白そうだなって思って、何ですか、行ってみたいな、この場所に僕は実際立ってみたいな、中ちょっと探検してみたいなって思わせる、視覚で目で、もう思わせるっていうのがね、このすごくいいかなっていうふうに思うんですよね。このスタジアムの外観にしてもそうです。もうサッカーももちろん楽しみですが、でもこの、とりあえずこのスタジアム見たいよね。とりあえずここの場所に立ってみたいよねっていうふうに思わせるこのデザイン。ここがいいかな。エスパルスもね、こんな風になってくれたらいいな。羨ましいなっていうね、感じじゃないでしょうか。で、別角度の写真ですが、まあ、とにかく迫力がすごいですよね。この真っ白な、スタジアムに、この紫が映えるっていうんですかね。これ、まあ、またどうせ夜光るんでしょっていうね、想像がつきます。どうせ紫の綺麗な感じのね、LED がついて、この辺一帯がものすごく綺麗になるんだろうなって思います。はい、そして中ですね。まあ、スタンドの方に、今、来ている感じですが、まあ、二層式というか、メインとバックは3層式かな、そして、ゴルラは、2層式なのかな、ちょっとね、わかんないですが、まあ、これもシンプルでかっこいいですよね。そして、隣にはですね、まあ、本川、旧太田川っていう川ですよね、に面した水辺のスタジアムということで、まあ、本当に景観もいい。まあ、むちゃくちゃかっこいいね、スタジアムなんじゃないでしょうか。まあ、こちらのスタジアムぜひ行ってみたいよという方は、2024年来年、ぜひぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。はい、そして続いてはこちらですね。ビファーレン長崎の、スタジアムですね。長崎スタジアムシティプロジェクトというプロジェクトがあるんですね。こちらのスタジアムを2024年度、来年ですね、完成予定ということなんですが、はい、そして学ぶところ、まず一つ目っていうかね、ここがすごく大きいんじゃないかなと思った部分なんですが、まあ、スタジアムを作るってなると、まあ、一番大事なものってやっぱ、お金になってくるのかなっていうふうに思うんですよね。まあ、我々の、まあ、新スタ構想の方もですね、まあ、ここがネックとなって、まあ、あんまり進んでないのかなっていう、印象も受けるんですよね。で、そしてですね、まあ、ビファーレ長崎といったら、やっぱりジャパネットですよね。ジャパネット高田さん、こちらのスポンサーがですね、今回このスタジアムプロジェクト、まあ、とにかくすごいんですよ。まあ、こちらのプロジェクトにですね、巨大な、巨額の、投資を行いました。お金を出しました。皆さん、いくら出したと思いますか？びっくりしないでくださいよ。絶対驚かないでくださいよ。なんと、800億円出したんですよ。800億円ですよ。いや、すごいと。やっぱこの熱意ですよね。もう絶対に作るのはビファーレンのために、長崎のためにっていうこの熱意。こういったところはね、絶対に学ばなければならないところじゃないでしょうか。はい、そしてですね、まあ、びっくりしたのはですね、
これからお見せしていく、まあ、画像とか、写真はですね、長崎スタジアムプロジェクトという、サイトがあるので、まあ、そこをぜひぜひご覧になっていただきたいです。これね1時間ぐらい見ちゃいますよ。むちゃくちゃ面白いんで、もっと見ちゃうかもしれない。まず何が驚いたかっていうと、このね、ライブカメラっていうのがあるんですよ。現在のスタジアムの様子、作っている様子っていうのが見れちゃうんですよ。しかもカメラの視点、カメラ2、カメラ3、カメラ4と4つの視点から見ることができるんです。皆さんが今見てる時間ちょっとわかんないですが、もう夜でもいつでも多分見れると思います。ちょっと今撮影中夜なんですが、まあ綺麗な夜景の中ね、スタジアムがファーッとね、まあ見えてるっていう、これがすごいかなと思う。みんなでも待ち望んでるよ、楽しみにしてるよ、早くできてねっていう思いがビシビシと伝わってくるじゃないでしょうか。まあエスパルスもね、もう本当にもう作るよってなったらこういうのやってほしいですよね。みんなで見守る、みんなで楽しみにする、まあ待ちわびるっていう、この演出のやり方すっごくうまいかなと思いました。はい、そしてですね、まあ、なぜエスパルスが欲しいもの、すべてがこのスタジアムにあるかと感じたところがですね、まあ、スタジアムの概要の紹介のところでも皆さんお気づきだと思います。で、まずですね、オフィスがあるよと、そしてですね、アリーナですね、ここはね、多機能型ということで、バスケットなんかもやったりするそうです。それから、もちろんスタジアムですよね。日本一ピッチから近いスタジアム。それからですね、ショッピングモール。ここが驚いた。歩き回る楽しさ溢れる商業施設ということで、もうこれが隣接しちゃってるんですよ。中に入ってしまっているんですよ。いや、どういう作りになっているのかなっていう、もう想像するだけで、本当にこのワクワクしてくる。行ってみたいな、これ。もちろんサッカーも見たいけど、まずこの建物的にどうなってるんだ、ここの場所にちょっと行ってみたいよ、そしたら遊んでみたいよって思っちゃうような、もうワクワクするような、感じがしてくるんですよね。そしてなんといってもここで僕は、この椅子から崩れ落ちました。なんとですね、日本初のスタジアムビューホテル、これはまあちょっと驚きませんか。ホテルがついているんですよ。そしてホテルからサッカーが見れてしまうんです。そしてサッカーが終わった後泊まれてしまうんですよ。で、とにかくこれには驚きました。本当にね、海外ではなんか見たことあるぞ、あれホテルっぽいなっていうとこね、あったりするんですが、もうやっぱりスタジアムに着く時って結構疲れてるわけじゃないですか。応援もしてね、もちろんお部屋からも見れますが、まあお部屋から見るのが楽しいのかな、それともまあスタンドの方に行って応援するでもいいんですが、その後ダイレクトにねこのホテルに泊まれてしまうという、まあここがお値段的にどのぐらいなのかな、やっぱり高いのかな安いのかな分かんないですが、ぜひぜひここは一生に一遍でもいいから泊まってみたいなっていうふうに思いますよね。そしてなんといってもやっぱりね、エスパルスでも絶対に実現するぞって言っていたショッピングモール、僕らの構想ではスタジアムの横の広場の中にできたらいいよねっていう、まあ構想ではあるんですが、まあこちらの方ではねスタジアムの中なのかちょっと、分かりませんが、ショッピングモールがついているっていうこと、これもやっぱりまあ改めて考えてみるとすごいですよね。これスタジアムの中ですからね、まあ、ここで買い物をしたり、ご飯を食べたり、サッカーが見れたり、そのままホテルに泊まることができたりと、まあ、これがもう、すべてが、エスパルスが、まあ、求めているものじゃないかなっていうふうに思うんですよ。このホテルの案、エスパルスもまあ、ドリームホテルズっていうね、構想もあるじゃないですか。まあ、そこのホテルから、やっぱ試合が見れる。そして試合が終わった後ダイレクトにホテルに泊まれるっていう、ここもねちょっと、真似できたらね真似していきたいなというふうに思いました。はい、そしてですね、もう最後になんですが、このジャパネット高田社長ですよね、
まあ、この長崎スタジアムシティプロジェクト、ここに800億円をね、まあ、出したということは、僕ね、スタジアムってお金出したら終わりじゃないと思ってるんですよね。むちゃむちゃお金かかるからスタジアムやだよねじゃなくって、これからはもうスタジアムがお金を稼いでいく時代になったんじゃないかっていう風に、高田社長ってやっぱり頭のいい、あれだけ商売のできる人ですから、これは儲かるぞっていうことで、まあ多分巨額のね、お金を投じてると思うんですよ。エスパルスもやっぱりそこに、まあ最初にはやっぱりお金がかかりますが、まあトラックを買うのと同じことかなっていうふうに思うんですよね。トラックを買うときって大型だとどのぐらいするかわかんないけど、まあ3000万円とかね、まあトラックを買ってきて、あ、かっこいいな、ええよな、大きいよなって、眺めてる人なんていないんですよ。そのトラックを使ってお金を稼ぐじゃないですか。まあ、それとまあ考え方って同じなのかなと思うんですよね。スタジアム最初お金かかるけど、まあ、こういうふうに、しっかり作っていって、普段からたくさん人がね、入ってくれるようになれば、必ず儲かるっていうビジネスとして考えていっても、まあ、面白いし、エスラスのスタジアム構想っていうかね、それがまあ、完成する日が近づくんではないでしょうか。はい、ということですね、本日は、広島と長崎の、スタジアム2つを紹介してきましたが、皆さん、まあ、いろいろね、感じるところはあったと思うんですよ。広島は広島ですごくデザインはすごいし、街中にできてるし、長崎はもうものすごい、日本初の、スタジアムビューホテルなんかもあったりで、ものすごく工夫してるんですよね。そしてビジネスとして考えていったときに、スタジアムは儲かるんだよ、街づくりしていけば儲かるんだよということをね、まあ、考えていく必要が、まあ、出てきたんではないでしょうか。というところですね、本日の動画が少しでも面白かったよという方は、ぜひぜひ、コメントと、高評価、それからチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。